絶好調にあれにゃあ どっちからやったかをにゃって絶好調によしちょっと寒さで外の寒さでちょっと頭がちょっと壊れ気味ですな。うんとね、今さっきね久しぶりにあのこのねこの原本っていうかねあの小説家になろうっていう携帯サイトかな、それにこれをずっと投稿してたんですね。それをね久しぶりにちょっとね開けてみたらね、1万1000アクセスぐらいいってた、もう1万2000超えてたですね、いつの間にかね。やっぱなんか見てくれてるんですね、なんかねありがたいですね、もう自分で読みよってね、これ人読みよって読みにくいやろうなとか思うやけどね、読んでくれてる人がいるってありがたいですね、本当に。今日なんかあの誰だったかな、メンタリストの大吾さんがね、あの何だっけ、笑うと YouTube で笑うと辛い時に笑うといいみたいなのは、その結果なんかちょっとこう、あの人はとにかく今までの成功法則を裏返すようなことを言って受けるところが結構ちょっと一面あるんですね。あ、これはいいなと、俺笑いヨガの先生ですからね、で笑いを普及しようって言ってる。でやっぱ笑いにしても本当ひとりさんも言うんですよね、あの暗い人にわざわざ明るくなれとか言うのはね酷なんですね、そういう人は葬儀屋さんに勤めなさいってねあの僕の教室にね、あのたまになんかこう勘違いして紛れ込んで入ってきてね、いや君ここじゃないよって教えてあげるんですよね。だから本当あの大吾さんもあの笑いでねあの人生が変わるって思ってる人はあのここから先見ないでくださいみたいな感じ で僕はあの笑いで人生変わると思ってるけど、見てああ、うん、なるほどなって、やっぱ今のねやっぱ若い子たちの感性っていうか、そのものの見方ってやっぱ素晴らしいですね、うん、でやっぱちょっと言い回し違うけど、その、うん、無理して笑えないそのなんていう DNA っていうか、そういう因果っていうか、もういろんなもうひっくるめてね、そういう人生を送るっていう人にわざわざ笑いは酷なんですよね。で笑う必要ないんだと思うんですよ僕も。だからそこはもう本当にあの違うとこ来たよとかね教えてあげないとね、それが親切ですからねちゅうことで、たっちゃん日本チャンピオンになりましたよ、ね、そこからの、ちょっとまだ続きと俺のね、事業中華の経営者としてのね、あのこのセンスのなさとね、そういう話をね、第34話波乱万丈どんとこいですね、ね、ひとりさんの名文句ですね、波乱万丈どんとこい、ね、願いを叶えるためには執着を持たないようにと書いている本もあれば、願いを叶えるためには思いを強く持ちなさいと書いている本もある、ひたすら願いを書きなさい、言いなさいってね、書きなさいとかいうのもあるんですよね、言いなさいってね、努力は必要ない、努力なんかする必要ないね、ひとりさんがよく努力はなんかいらない、あ、我慢はしなくていいとか言うのかな、うん、努力の先に成功がある、いろんな言い回しがある、成功法則や引き寄せの法則、何が正しいかは潜在意識の質で決まるのかもしれない、まだプラス思考などの情報もなく、毎日を普通に生きてきた人たちはプラスな言葉を言ったり、ね、まだプラス思考などの言ったり、プラスな思いを強く持ったり、プラスな映像を見たりして潜在意識の質をプラスなものに変換する必要がある、ね、今までマイナス思考とかね、そのプラス思考とかもありがとうとかね、そんなあの道徳的なこととかも小学校を超えたらもうなくなりますからね。で本当昭和のその僕たちの時代って勝ち負けですからね、ヤンキー全盛の時代ですから、んな感謝とかいうのもなかったですもんね、日頃からプラス思考を意識して生きている人たちは目標だけ決めてしまえば、あとはワクワクするようなことを楽しみながら生きていけば目標を達成できる、ちょっともう一回、日頃からプラス思考を意識して生きている人たちは目標だけ決めてしまえば、あとはワクワクするようなことを楽しみながら生きていけば
目標を達成できるための課題がやってくる、ね、課題がやってくるんですよね。勝手に、目標が達成してしまうのではなくて、ね、課題をクリアしていくと問題が起きる、問題をクリアしていくとチャンスがやってくる、チャンスを見事に掴んで目標に近づく、これを繰り返し人間的に進化向上していく、うん、これが一つのパターンですね。もう一つのパターン、マイナス思考まっしぐらい、まっしぐらで生きている人たちね、プラス思考じゃない、マイナス思考ね、今の時代結構いるかもしれない。マイナス思考の人たちは何らかのお知らせが来る、人間関係、お金、体の何らかのトラブルが起きて今マイナス思考を過ぎますよと知らせてくれている、お知らせがやってくるね。成功法則も引き寄せの法則もその環境、その人の生活習慣、意識の質で人の数だけ法則が生まれる。男は3年間続けてきたジムを閉める決心をした、よう頑張ったな俺3年間、3年間ずっとマイナスですよね、本当本当にごめんね、お嫁さんね、もう本当、うん、実際よく頑張ったと思った。閉めることに関して賛否両論あったが、この世界に入る時と一緒、自分の感性を信じた。ただ閉めるにしてもお金が必要だった、閉めるにしてもお金が必要だということを知らないくらい無知だった無知やったね。この後もお金に対する修行を していくのだが、今は運を天に任せるだけの心境だった。運を天に任せただけに天からの助けが来た、ね、ダメ元で頼んでいた融資の話か、うんね、ちょっと融資とかも、ね、借金はしたくなかったけど、まあ、銀行のね、国のね、融資できるとこ、信用のあるとこにちょっと頼んでたらね、だからそのフィットネスジム代表の人が電話かかった時と、あ、チャッタッチャンがタイトル取ったでしょ、その次の日に電話なんですよ。でも その日かその次の日ぐらいに融資取りましたよって言って電話が、すごい奇跡みたいな、あ、でね、一緒にやりましょうよってその代表から言われた時に、あ、もう閉めようって、閉めようってね、でもうこっちにね来て、ここがその事務所なんですよね、こうやで、ここ使えるようになるけ、あら楽になるわって思ったけど、閉めるにお金がないって思った次の日に融資がね、この融資で閉められたんですよ。すごいよな。借金にはなるが信用のある銀行からだったので天の助けと思い融資を受けた。こうして3年間という事務経営は幕を閉じたね、うん、もうねトレーニング指導の実績は日本チャンピオンや全国大会出場を数チームという業績だったが、経営は惨敗、完封負けだったね、完封負けですよ本当ね。ただこういう経営はダメだということが分かったと自分に言って聞かせるしかなかったね。松下幸之助さんとかね、それこそエジソンとかね、これでダメだったって分かっただけで成功に近づいたってね、うん、今はしっかり思えるけど、この頃はそのもうこじつけっていうか、もうそう思い込むしかないですよね、だがジムを閉めてフリーのトレーニングコーチになったことで今までの生活とは一変した。経費がかからないね、ジムにずっといなくていい、もうね俺多動なんですよ絶対ね、もう じっとしてられないのにね、あんなとこずっとちょったらもう本当にね、今まで窮屈だった生活から自由になったね。物事には順序というものがあり、間違えると修正しなさいというお知らせが来る。何もかも揃って始まったトレーニング指導の仕事だったが、お金の運用が勉強不足だった、ね、ここ辞める時もね、融資してくれてたそのトレーニング指導とかその人の健康指導っていうのが今からお金になるやろうって融資してくれてたね、その派遣会社の重役の人、ね、一個上のそのラオウってね、塾長してた人の同級生やったんですけどね、この人とこうちょっとこんだけ融資したお金を返せとかね、なんかいろんなことをこうあったけど、あんたね3年間あなた頭切れるけ、この収支報告を見て俺が3年間全然お金に家に入れていないのとね、家のローンとかも家建ててましたからね、家のローンとかね、そんなんも全部考えてん、ね、
単純に300万は言ってるよってあなたが今俺に返せって言った金額ぐらい俺も出してるよねってだから、じゃあもうみんながお金を出したやつらがね、あの泥をかぶってでラオウはもう逃げてますからねあの人はお金的には何もあの本当にねかからなかった。でも本当にこれそのお金のね修行ねいい勉強になりましたね本当で。本当に正直にもう言うしかない、もう正直に言ってもうじゃあこうなんよとお金はないよと返すお金はないよと、言ってね、こう和解っていうか、締められたんですね。あ、飛ぶ鳥後逃がさずになったかどうか分かんないですけど、拓也のタイトルマッチから数日後、生まれ育った町へ拓也が日本チャンピオンになった報告に帰ってきた。市長やお世話になった方々に男も一緒に同行した。チャンピオンになってしまえばこの10年間が無駄なことは何一つなかったと思える。拓也も全てのことが体と心を強くしてくれたと言っていた。二人は偉業を達成した余韻に浸っていた。この先拓也はさらなる高みを目指す。その高みに挑み続ける拓也にいろんな試練がやってくる。その試練を果敢に乗り越えていくが、その物語はちょっと先の話ね。拓也はここでちょっと一休みですな、時間と体が自由になった男はその時間で お金を稼ごうとお金を稼いでみようと思った、ね、普通ならトレーニングコーチの営業に回るところ縁というものは面白いもので以前格闘技の塾に行っていた塾生にバイト先を紹介してもらった、ね、あのトレーニングの、ね、営業とかもしてもらおうとか思ってたんですよ。思ってたんやけど、ね、この塾生は仕事の関係でうつ病になってしまいプラス思考を伝えていた男にとって苦手な塾生だった拓也のタイトルマッチの日に応援に来ていて久しぶりに再会した。その塾生の紹介で行ったバイト先は工場の清掃のバイト。このバイト先で今度は仕事で忙しくなったと理由をつけて来なくなっていた塾生と再会。そのバイト先でねまたねその格闘塾のね、前の生徒に会うんですよ。その塾生も家庭の事情で心が病んでいて苦手としていた塾生だった。今度はその塾生にこの塾生にコンビニエンスストアのバイトを紹介してもらった。その子がねなんかあの美味しそうななんかパン食べてたんですよ。お前美味しそうやねそれとか言いよったら、あこれコンビニの廃棄もらえるんですよとか言って、えなんそれとか言ったら、コンビニでいや週何回かバイトしてて、そのなんかね夜からねちょっと夜中ぐらいまでの、お前なんか美味しいねそれって、その廃棄もらってるんですよね、食べるのも困らんのやったら紹介してんって言ってね。苦手だった2人が男にお金の修行のための仕事を持ってきてくれた。この先も男にチャンスを持ってきてくれる人は苦手だった人が多くなる。実際そのジムのね代表の人一緒にやりままた一緒にやります。この人がもう大の俺苦手だったんですよ。もう本当にねもう大学出てねもうペンが立ってねもうなんかここもう僕は人との討論で負ける気は絶対しないですとか言ってもう公言してたような人やったけど、もうこの世の終わりぐらいの勢いでねわーってこう言ってくる人やったけど、もう本当ね苦手やったんやけど、その苦手な人がねまた一緒にやりません。だからこう一緒にやるって、ここ閉めてねこれの人とやるって覚悟はしたするまでやっぱちょっとね相当会話あれをまた俺は付き合わないけんのんかってね、ちょっとこう高飛車な上から目線のね学校専門学校の先生とかもしてましたからしね、代表ですしねそこのジムのね、だからもう上から上からなんですよ。もう学校の先生の言うことも危険やった人間がね、でもやっぱチャンスをね持ってきてくれる人ってね苦手な人が結構持ってきてくれるんですよね。苦手だった人がね、もしかしたらごめんなさい無駄な話が、もしかしたら気づかないだけで以前から苦手な人がチャンスを持ってきてくれていたのかもしれない。そして男は苦手だった人にも感謝するようになる。
精神論を実践していくと、良いことも苦手なことも、良い人も悪い人も、苦手な人も感謝するような出来事や人に変わっていくようである。あ、俺偉いね、すごいね、悟りをねどんどん得ていくんですね。こうしてトレーニングコーチと多種多様なバイトで男は一気にバブルになった。面白きことのなきを面白く、次から次へと目まぐるしく変わる男の人生。苦手なことも苦手な人も面白いものに変えていく。かっこいいね。まだまだ続く波乱万丈な人生に笑顔になる男であった。ちじゅくね、トレーニングのね営業っつってもね、そのもうそこまででこの時点でねもう、ま、もう詰まってたんですね。仕事はねもうなかったんですよ。そのなんていう入れるとこがね、もう入れるとしたらその9時とか以降の夜以降のあのバイトをね、今言ったコンビニとかを増やしたんですよ。 そこでできる仕事か、もう単価を上げるしかなかったんですよね。で単価を上げるようなもう技量はないんですよね、まだね、まだっていうかね、うん、ちょっとこう自分の中にもとにかくそのお金ってもう本当やっぱ10年かかりますよね、本当ね。で土日のセミナーの講師とかも取れればよかったね。その部活の指導者、トレーニング一コーチならもう実力を発揮したいんだけど、そのセミナー講師とかなるとまたねちょっと質が変わってくるけ、講演会とかね、今俺はもう僕は講演家って言って、ね、講演活動してますけど、その頃にはやっぱ講演家ってねこうだいぶ慣れしんだこう人になんか人生観を語るのはまだできるけど、その講演活動とかいうのもまだ全然ピントも来てなかったけ、来てなかったし、もう来たのがそのね、もうたまたまあったそのねあれがもうポンポンって、だからこれあれですよ、その融資が決まって、だからたっちゃんのねその時にタイトルマッチの時にね、バイトを、あ、もうそれなんか美味しそうなバイト行きよねって、俺紹介してって、その日です、やっぱその日なんですよ。でね、そのバイト1日目に行ったらね元の塾生がまたおってって、もう本当ね俺よくこうなんていうんですかね、いやセミナーはよく受けに行ったりして、でもそのセミナーもね大体メンターっていうかトレーニングコーチの師匠って思う人のをほとんど行ってたんですよね。で他のも行ったりもしよったけど、そのつながりなんですよ。よくこう異業種とかなんか会ったことないすごい人とか会いに行く人がよくおるんやけど、その本当ね身近な人が全部持ってきてくれたんですよ。だってひとりさんの本にしても、俺のそのね事務所でヨガのをやってくれてた先生が本を貸してくれたんですよ。だから本当身近な人が全部持ってきてくれるんですね、僕の場合。だから身近な人を大切にせないけんなってやっぱね。で僕は今こんだけ親孝行な、ね、住んでる町で僕は一番の親孝行って大抵言われてますよ、言われてるのもやっぱお母さんが僕の教室に来てくれてるおかげですからね。で僕は何回も病気から立ち直れたこの最強の遺伝子をつなげてくれたのはご先祖様でしょう。だから本当最初の頃は助けてくれご先祖様って言ってたんやけど、ずっとね、2回目の手術の後はやっぱさすがに改心して、もう行くと必ず参るし、近くね畑近く通ったりすると墓まで行って参って、でだんだんねやっぱ助けてくれって思いよったり、いい人生にしてくれとかいい思いよったのがだんだんやっぱ感謝のになる、ありがとうになるんです。いや本当あなたたちがねこうつなげてくれたこの遺伝子のおかげで俺はここまで貴重し、このね人生この病気とかも乗り越えられてるけど本当にありがとうって、今そっちでね生まれ変わるためのすごい修行してるんやろうけど、俺の後に俺の子孫の方にね生まれてくるといいよねとかね、そんな会話をしながらね墓参りやら仏壇とかねおとわんに「おとわん頑張りよね今ね」って言いながらね
よくお父さんと会話してここら辺で苦笑いしてるお父さんの表情が浮かびますけどね。これ分かった、俺が動くけブレるんや。じーっとしちょったら合うもんね、動くとブレるんか、俺が原因か。でもちょっと動きよかんと、じーっとして喋っきらんもんな俺。あ、でも20分になったけ、もう終わろう。ね、ちょっと今からこれだから、俺のちょっと経営みたいなのが、僕の、ね、私生活みたいなところが続きますよ、ね、よろしくお願いします。波乱万丈どんとこい34話、あ、いい感じです。あ、大丈夫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 、 OK、 はい、ついてる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 。あ、今日ね、ランチ、新年会ランチをやってね、おごってもらいましたね。にーにゃ、あ、もう過ぎた、もう1分だけど、今日公民館でね、公民館授業をやってる教室がね、新年会、ランチ新年会したんですよ。で、美味しい食べてね、ほんで、あ、美味しかったですねってみんなお金出してたらね、いや、もう林先生はいいんですよ、もうね、もう今日ありがとうねとか言って、来てくれてありがとうねってね、お姉様方にね、言ってもらえて、本当に幸せっていうか、もうこの仕事は素晴らしいですね。感謝されて、おごってもらってね、本当に。お姉様も80前後ぐらいの方々ですけどね。ね、本当感謝してますよ。ちゅうことで、やじいち、止まれ。にゃー。やんじらく、やんじいち、やんじあち。にゃー。